トゥルグムレシュは、ルーマニア、トランシルバニア地方の都市。ムレシュ県の県と、タイジムレッシュと、ルーマニア語で綴られることもある。トゥルグムレシュが、初めて記録上に登場したのは、教皇庁の陶器で、ノブムフォルムシクロルムの名であった。1405年、ハンガリー王で神聖ローマ皇帝であったジギスムントが、死を開く権利をトゥルグムレシュの町に授けた。 1482年、マーチャー主一世は死を王立定住地とした。1616 16年には自治体となり、使命をマローシュバーシャール兵とした。1754年、トランシルバニア公国の最高裁判所が置かれたことから、社会、経済での活発な成長を経験することとなった。ハプスブルク領内での1848年革命の史料アブラムヤンクは、 トランシルバニアで、ルーマニア人の権利獲得闘争を始める前は、トゥルグムレシュの若い弁護士であった。1880年、ポーランドの将軍ユゼフ・ベム像が、市中心部のロセス広場に設置された。1893年、同様に、コッシュ・トラヨシュの像も置かれた。1907年には、ラーコーチ・フェレンツに聖像が置かれた。この3体の像は、 第一次世界大戦後の1923年に取り払われた。かつてあったコシュート氏の県内での存在は19世紀終盤と20世紀初頭に大きく変化した。1913年トランシルバニアでのウィーン分離派様式を採用した視聴者が市長ジョルジ・ベルナージの都市再開発の一部として開館した。経済の成功は第二次世界大戦まで続いた。 対立の後、トゥルグムレッシュは、トランシルバニアの他と同様に、ルーマニアへ併合され、オショルヘユと解明した。1910年には89%をハンガリー人人口が占める一方、20世紀半ばには、ルーマニア人人口が増加した。1940年から1944年、ウィーン最定の結果、トゥルグムレッシュを含むルーマニア北部がハンガリーへ活上された。 この時期、ユダヤ人月頭が市内に作られた。ルーマニア人が市の支配を取り戻すのは大戦末期の1944年10月だった。第二次世界大戦後、ルーマニア共産主義政権は重厚な工業化政策を指揮し、完全に共同体の体裁を変え、市にはハンガリー人自治権主婦が置かれた。その後、トゥルグムレシュは、ムレシュ県の経済、 社会の中心地となった。1990年3月、共産主義政権を倒したルーマニア革命のすぐ後、トゥルグムレシュは、少数派ハンガリー人とルーマニア人との暴力的対決の舞台となった。2000年、トゥルグムレシュ人口の相当な割合が、工場的に外国へで稼ぎに流出し始めた。地元経済は多様な投資が地域に投入されたことで、強さを取り戻し始めた。 トゥルグムレシュには多くのハンガリー住民が暮らし、その一部は政形人を辞任している。2003年以後、一部の政形人組織が自治権の中心地になろうと宣伝を行ってきた。現市長ドリン・フロレアは初の直接選挙で選出されたルーマニア人市長であるが、市議会はハンガリー人が多数派を維持している。 劇場広場2002年の調査によると、基礎自治体トゥルグムレシュの人口は149,577人で、民族比は以下のようになっている。2002年の調査は、初めてハンガリー系住民が少数派に登場した。基礎自治体トゥルグムレシュでは、公用語はルーマニア語とハンガリー語となっており、行政、司法、教育、公の表示などで公式に使用されている。 ありがとうございます。